パワーインスペクトではサーフェス検査も簡単に実行できます。サーフェス検査グループのアイコンをクリックし、サーフェス上のポイントをクリックします。ここではパワーインスペクトの干渉チェック機能の例として、意図的に他のサーフェスのポイントを選択しています。ポイント了解後に表示されるサーフェス検査グループの茶色の星印は干渉の可能性を示します。干渉部分を認識しやすいようにパスにも表示されます。検査グループ再利用のアイコンを使用して干渉を回避します。最も簡単なジオメトリ測定はワイヤーフレームチェッカーを使った方法です。右クリックで測定タイプを切り替えます。円筒のサーフェスをクリックすると自動的にプローブパスが作成されます。プローブパスのストラテジーが設定されると左側にあるフィーチャータブで簡単に編集することができます。 Z 方向のスライス数とポイント数が削減されています。ワイヤーフレームに切り替えると円を簡単に測定することができます。測定するポイントを選択したら、ビューボタンからプローブパス全体を表示します。プローブパスの開始領域を変更して、何を表示させるかを編集します。新規プローブヘッド角度を必要とするジオメトリも、パワーインスペクトで簡単に測定することができます。この場合、現行のプローブヘッド角度では円筒の測定ができません。そのため、プローブパスにプローブポイントが作成されていません。プローブヘッドの調整は、フィーチャータブで新規角度を使用を選択し、A と B の角度を設定します。パワーインスペクトには選択可能なプローブストラテジーが多数装備されています。現行のプローブパスではプローブとジグ間で干渉が発生してしまいます。プローブストラテジーをユーザー定義に変更します。干渉が発生するプローブポイントを移動できる一方で、その他のプローブポイントは変更されずに残ります。